今日も全力ぶっちぎりマキピロ君でございます。今回はですね考えとった。どうしたろうかなと思って今回今日えらい動きおっせえなと思って嫌でございます。はい、ということで今回はですね、はい、スムージューの森をフルコンプしていろいろ分かったことをね、あと、うん、質問形式で皆さんにお伝えしたいと思います。はい、全力ぶっちぎり。ということで、まあ、リオちゃんがですね、質問していくということに関して俺が答えていくという形を取りたいと思います。はい、まあ、とりあえずはですね、まあ、皆さんがおそらく聞きたいだろうなっていうことですね、はい、今回、リオちゃんにいろいろ質問してもらってそれに対してね、答えていくという形を取りたいと思います。はい、はい、究極と超絶のドロップ率はこれに関しては、全く変わりません、うん、はい、恐ろしいことに、まあ期待はしてました、うん、超絶の方がドロップ率いいんじゃないかなと思ってたんですが、うん、これは全く変わりません、うん、なので自分の周回しやすいところをメインに周回していくというのが一番効率いいと思います、うん、はい。平均ドロップ率はこれはですね、まあ大体ですが、4からね5で、これはね運悪3から4周回でございます、うん、でプラスラッキーモンスターがある状態箱さんの状態、みんな箱さん、はい、はあ、結構な箱数やね、はい、なんですが、うん、だいたいドロー率は4から5ぐらいです。はい、はい、なので結構ねしんどいですね、うん、感覚で言ったら激究極の両面作ると思えばいい。あ、そうだから普通の、卵、金玉の、うん、金玉金の卵の数とドロップ率と変わんないぐらい、うんうん、体感では、うん、そんな感じですね。はい、ドロ率が普段から悪い人はちょっと苦しいやつやね。苦しいです、苦しかったですはい、はい、どのくらい時間かかった？これに関してはですね、究極を終わらせるのにざっくりですけど、はい、約10時間です。究極が10時間、究極3つね、うんうん、はい、3つで10時間ぐらい、うん、で、超絶に関しては、うん、1クエストがですね、だいたい4から5分ぐらい周回しました、うん、で、60分でだいたいね40ドロぐらい平均すると、うん、さっきのね言ったドロ数の平均で、はいはい、まあ、下を取ってだいたいね44なので、うん、まあ、40ドロで、なんで1ステージ5時間かける3っていうことで、うん、総合計で言うとだいたいね24時間ぐらいです、はい、かかってると思います。はい、500まで貯めるおすすめの場所は？これがですね、まあ適正持ってる持ってないとかもいろいろあると思うんですが、うん、キングクロッチの究極、うん、まず一つがこれが一番楽かなって思います、うん、で二つ目ビビアンの究極、うん、三つ目がキングクロッチの超絶になるかなって思います。これ順番ね、うんうん、だからキングクロッチの究極の方で200貯めてもらって、うん、ビビアンの究極で200貯める、うん、キングクロッチの超絶で100貯める、こうすると500になるので、ここがね一番ベストかなとは思います。ただやっぱり適正キャラ持ってる持ってないもあると思うので、これは人によってちょっと若干変わるかもしれないですけど、うん、自分がやった中での、キャラ同じ周回パーティーを取ってもらうと、うん、これが一番おすすめかなって思います、はい、はい。周回パーティーは？はい、ということで、こちらに関してはですね、究極からいきたいと思います、はい、まずキングクロッチがですね、うん、トレノバさんとセリナーで1で周回してました。ほう、はい、でビビアン、うん、これがアドリンさんとセレナーで1で周回してました、うん、でワイバーン、これイクシャーペさんとトドロキ1、これですね、うん、初めイクシャーペ4で周回してたんですけど、うん、これちょっとしんどいなと思って、うん、トドロキを入れたんですね。でトドロキ1体入れるだけで難易度がね大幅に変わります。めっちゃ周回楽になります。なのでここに関しては運悪3にしましたね、うん、はい、みんな控えのキャラやね。そうですね、控えのキャラになっちゃいます。やってない人きついね。なのでやってない人向けに、うん、そのね動画の方もね、うん、作る予定なのでだそうです、はい、超絶モンはですね、うん、キングクロッチ、うん、こちらの方はですね、アンチテーゼが2、うん、口見たま1、うん、天売りが1、うん、っていう形で周回しておりました。はい、はい、でこれはですね、うん、天売り入れるだけで天売りのこれ遊撃 L、うん、遊撃 M だとねちょっと足りないんですけど、はい、遊撃 L 入れるだけでこれ、ね、はい、難易度大幅に変わります。まあ、この辺に関してはねまた動画まとめて作りたいと思います。はい、ビビアンですね、うん。ビビアンの方がクシナダさんのミカサ、うん、
でね、このミカサはね、一体理由だけでね、めちゃくちゃ楽になるんですよ、うん、まあこの理由に関してはミカサとクシナダが同じ味になるんです、うん、だからクシナダの攻撃力を同族回帰3種で3種 L で底上げするんですね、うん、なるほどね。これね、攻撃力上げるだけで周回かなり楽になります、うん、でここに関してもまた詳しく動画作ります。はい、はい、で、ワイバーこれですね、あかつきさんのノア1、これ多分ね、ちょっとびっくりするんじゃないかなって思います、うん、攻略サイトとか見るとあかつきってだいぶ下の方にいるんですけど、うん、これね、理由がありまして、あのね、ノアはね、ノアとあかつきはね、アジンなんですよ、うん、なんで、あかつきの攻撃力を同族三撃三種の L、うんで底上げして、うん、あの攻略の方を楽にしています、うん、こちらの方もですね、また動画、作りたいと思います。はい、はい、こんな感じでね、周回の方をしていました、はい、なんだけど、いや持ってないよとか、うんうんうん、そんなパーティー組めないよっていう話にさっき言ったみたいにあると思うので、うん、そういう人用に、今回この編成を入れるとすごい楽ですよとか、うんうん、そういうのを踏まえてね、あのみんなが周回しやすいようなパーティー、うん、もその中で持ってない人もいるとは思うんだけど、うんうん、まあちょっとね、参考になるような動画の方を究極編、超絶編という形で、うんうん、あの2つに分けてあの紹介したいと思います、うん、はい。難易度ランキングはこれね、多分ね、これはね、適性持ってる持ってないで結構いろいろ変わると思うんですが、うん、あの俺の周回パーティーの状態で言うと、はい、1がキングクロッチの究極、これが一番楽です、うん、2がビビアンの究極、うん、3がキングクロッチの超絶、うん、4がね、ワイバーンの究極、うん、5がビビアンの超絶、うん、6がワイバーンの超絶、うん、結局ね、ワイバーンがね、一番しんどいかなって思います。なるほどね、はい、なんだけど、まあ、難易度に関しては大きくは差はない、うん、けどこの辺が楽かなとは思います、うん、まあ、あの動画の方見てもらって、うん、それでね、まあ、あの適性持ってる持ってないで判断してもらえればいいかなって、どこ優先的に回ればいいかなっていうのはね、うん、判断してもらえればいいと思うので、はい、はい、またね、ちゃんとそういった動画の方も作りたいと思います、はい、なので、まだね、チャンネル登録されてない方よかったら、あのチャンネル登録してお待ちください、はい、あと皆さんよかったらね、高評価の方もよろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見ろよ。ありがとうございました。ありがとうございまーす。まあ、ものすごいね、勢いで喋ってきたんですけど、うん、もう一個忘れてたわ。何？あの、今回さ、うん、コラボであるじゃん、炊飯ジャーのさ、炊飯ジャーレプリカ先生、そう、うん、レプリカ先生のさ、テスト、あれさ、うん、泥率上がる、高いわけですよ。あー、まあ、2倍やんけ、ね、うん、あれは絶対やった方がいいよね。しかもビスケットも作るんじゃなかった、はい、ね、やばいね。24時間かかりますから、薄いやったら、ものすごい大変ですから、うん、あれはみんなやるべきだよ、はい、ワールドトリガー見ながらね、ぜひね、こういうのもね、紹介してほしいですね、うん、僕はそうやってやってました気がついたら全部見合ってましたからぜひとも、あの、はい、はい、まあ、皆さんのペースで、はい、紹介していただければいいと思います、はい。